定刻になりましたので本日 の、 読書会開始したいと思います。本日はですねこのコンビビアルテクノロジーという書籍を用いまして、社内の方 の、 ご紹介でタクラムの所作の尾形様ですねもう今日来ていただいてますので、ウランさんの解説の後いろいろと尾形さんともやり取りしながら進めていきたいと思います。で、尾形さんも初めてここに来られたということで、これを主催するポートの宣伝も兼ねて、最初にトレーラーをちょっと音大きいかもしれませんが、再生させていただきますので、よろしくお願いします。はい、ということで本日ですね、まず今の時点でですね我々の声が聞こえない方は多分スピーカーがミュートになっていることも多いと思うので、業務用のパソコンとかだとご確認をお願いします。でですねこのスペシャルチャットを使っている大きな理由の一つにこの下のチャットとスタンプ、特にスタンプですね、これここでもらえるとすごい Teams とか Zoom よりもやっぱり気持ちいいということで、素晴らしいですね。皆様もうだいぶ慣れていらっしゃる。はい、というわけで浦野さんも多分喋ってるだけでは大丈夫で、こういう反応もらえるとすごい嬉しいといつも言われてるので、ぜひいい共感ポイントとか逆に分からなかったっていうのがあればクエスチョンマークのボタンなど押してもらえればなと思います。はい、それでは浦野さんよろしくお願いいたします。では共有切ります。はい、はい、では画面共有します。はい、お願いします。はい、毎月やってます読まなくても参加できる読書会、今日って25回目という、本日はですねコンビビアルテクノロジー、人間とテクノロジーが共に生きる社会へということで、出版がですね2021年5月に出されたという本になります。実は今日は著者のですね尾形久人さんが参加されているってことで、結構私も一読者としていろいろ尾形さんに聞いてみたいことを聞いていこうと思ってますし、皆さんもチャットやスタンプで大いにこう盛り上がっていきたいなと思います。よろしくお願いします。それでですね、毎月やってて今までも結構いろんな本を解説してきましたが、初めての方にお伝えしておくと、この読書会毎月やってますけれども、参加者の方は事前に読んでこなくていいですよと。私が十分に読んで、説明、スライドによって説明します。ただ、こう、一方的にこう、映像を視聴するというよりは、スタンプやチャットで皆さんと参加型の読書会にしたいとは思ってますので、事前に読んでくる必要はありませんが、皆さんチャットやスタンプで、参加してください。よろしくお願いします。でですね、毎回チェックインにチャットを書いてもらったり、スタンプで答えてもらったりしてるんですが、尾形さんのご紹介の前にですね、ちょっと今日の本のテーマにも少し関わるものがあるんですが、今からこの2択、明日からこうアカウントが消滅しちゃったり、各種サービスが使えなくなっちゃったらどっちが困るか、二者択一を皆さんに聞いてもらおうと思うので、いいですか、今の直感的にどっちが使えなくなったら困るか、どっちのアカウント消滅したら困るかっていうのを、皆さんのスタンプで反応してほしいと思います。いきますよ。 Google の方スタンプちょっと反応してみてください。 Gmail も Google マップも含めます。フォトとかね、ありがとうございます。Amazon の方が困るという方、おお、いらっしゃるんですね。ああ、結構どちらもいますね。少しチャットで皆さんどんな感じで Google や Amazon との距離感で使ってるのか聞いてみたいので、1分くらいチャットタイムを今からして、著者尾形さんのご紹介にしたいと思いますので、皆さん
の理由はっていうのをちょっとチャットで答えてみてください。私も書きますし、尾形さんもできたら書いてみてください。了解です。うん。Gmailね。すごい皆さん書いていただいてますので。尾形さん、いきなりご著書のコンビビュアルテクノロジーの入り口に、これを私が、この問いを投げているのは、私の読者としての意図は、わかりますかね。そうですよね。大丈夫か。多分そういったことを投げかけられてるんだろうと、読者として。はい。うんうん、代用が効くものがあるかどうかもそうですよね。Gmail は結構キラーコンテンツなのかもしれないです。フォトは、私の場合はフォトは消滅したらだいぶ困りますね。端末から消しながら使ってたりするんで。はい。で、皆さんちょっとチャットにまだ書きながら聞いてみてください。今日の本はこんな、薄っぺらい内容ではないんですが、少しコンビビアルテクノロジー、副題が人間とテクノロジーが共に生きる社会へというタイトルになってますので、少しこの問いや自分がどう困るかみたいなことを、最初に何を書いたか少し思い出しながら今日のお話聞いてみてください。で、こちら先ほど言ったように2021年に出されて、後でね、尾形さんには書かれた時のこととかもお聞きしたいと思ってますが、初めにか終わりかどちらかにですね、執筆自体はコロナ禍より前に書き始めたっていうことを書かれていますが、読んでみるとまさにコロナ禍の私たち読者にいろんなメッセージが込められている本だなと私は一読者として思いました。で、改めまして、本日ですね、著者の尾形久人さんが、ご参加してくださってます。私の方から少しこのいわゆるウェブ上にあるようなご紹介をしたいと思いますが、1977年熊本県生まれでですね、東大工学部出身でいらっしゃいます。で、タクラムには2021年ですかね、尾形さん参加されていて、2012年かな、はい、すいません、2012年にディレクターとして参加されていると。で、いろんな、はい、若い頃にはいろんなところで賞を受賞されたりとか、2015年からはグッドデザイン賞の審査員を務めてられているということです。少し尾形さん、こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大津さん、今どちらにいらっしゃるんでしょうか。今ですね、まさに明日からグッドデザイン賞の審査会が愛知のセントレアの近くの国際展示場であるんですが、それで前乗りでホテルに着いたところです。はい、なるほど。出張先でお仕事終わってというよりは明日のために。そうですね。あ、はい。お忙しいところありがとうございます。いえいえ。それでは今日はですね、著者と、この本の内容を見ていくって感じです。まずは私が本のポイントとか、読者としてとても興味深かったところを、スライドを使ってお話ししていきますが、今日の私の配布資料は、ご本人がいらっしゃらないつもりで結構な枚数のスライド作ったんですが、かなりスキップしてお話ししますので、今日のアンケートを答えた方にはフルバージョンが手に入ると思って、
できるだけ今日は尾形さんにお話を聞きたいなと思ってます。というところでですね。はい。まずですね、この本のタイトル、コンビビアルテクノロジー。このコンビビアルという言葉について、押さえておこうと思います。で、ラテン語のコンビベーレというところに語源があって、コンが共に、ビベーレが生きるで、まあ直訳して共に生きるとか自立共生っていうような言葉だと思ってください。コンビビアルテクノロジーは人間とテクノロジーが共に生きる、共生するという言葉で、コンビビアリティ自体はイヴァン・イリーチがちょうど50年前になりますね。50年前にコンビビアリティのための道具っていうところで紹介していたり、特に今日のお話を私説明するためにはですね、コンビビアリティとは何かとか、コンビビアルであるとは何かっていうのとセットで、コンビビアルじゃないみたいなところを比較しながらお話ししていきたいと思います。ちょっと尾形さんに補足というか、一応そのラテン語直訳すると共生するとか自立共生っていう訳語が当てられますけど、何かこう冒頭でこの言葉の少し直訳では漏れてしまうニュアンスとして、うん、なんかこうメキシコとかあたりで、いやーさっきの知らないところから来た人のお話よかったね、コンビビアルだったねとかっていう言い方するときに、なんか身内でなんかうまくこう調和が取れてるとかだけでなくて、異質なものとかよその人とうまくこう調和するとか、相反する2つのものが両立するとか、なんか少しこのバランスっていう意味でニュアンスが、単に共に生きるでは言い表せない少しニュアンスがあるってことを書かれてるんですけども、はい、そんな感じでいいですかね。そうですね、僕自身も、まあ、リーチの言葉の意味をいろんな本だとかを読みながら読み解いていて、やっぱりなかなか難しい概念という言葉だなと思ったんですけど、実際にリーチのところでその、メキシコでですね、直接支持された日本人の研究者の方がいて、まあ、その方のこう言葉が一番そのやっぱり直接話を聞かれているので、なるほどなと思ったところがあって、その方が紹介してたのがその、まあ、村になんかこうよそ者が、まあ、訪れてきて、でまあなんか飲みながらこういろんな知らない話を聞かせてくれたみたいな、エピソードがあって、でそれが、まあ、今日はとてもコンビビアルだったというような言い方をするみたいな話が載っていて、まあ、それはなんかすごくイメージできるなと思って、ちょっと冒頭に紹介しているですね。はい。ありがとうございます。結構異質なもの。そうですね。なんか英語で、あと英語とかフランス語とかだと、その結構こう、宴会気分みたいなですね、訳語が辞書だと出てきたりもするんですけど、まあそういうなんかちょっとこう、祝祭っぽいというか、その、ワイワイし、賑やかな感じみたいな、集ってる感じというか、そういうのも、含まれ、ニュアンスとしてちょっとある言葉かなと思う。祝祭的なコンビビアルだねっていう時は、お祭り的に使う時が。そうですね、言葉の意味としてはちょっとそういう意味もある。はい。ありがとうございます。はい、それで、こう、ここに少し記述してますけども、イリーチは道具、いろんなものを道具と定義してるんですが、学校とか病院とか、それから人間が発明したテクノロジーが、コンビビアルでなくなってるっていうところに、問題意識を持って、この言葉を使っていろいろ産業とか近代文明について批判的に書いたというのが50年前ぐらいだそうです。で、尾形さんが本書で引用されていることを少し紹介しておくと、イリーチがコンビビアリティのための道具という
ということで、人間が自ら生み出した技術や制度といった道具に累従させられているということに問題意識があって、行き過ぎた産業文明を批判したと。で、コンビビアルでない状態について彼が世に出していったということで、人間が道具に依存し道具に累従している状態をコンビビアルでないというふうに批判的に言ったと。で、ここにはテクノロジーや機械やその他だけではなくて、医療とか学校も含まれている。ただイリーチは学校がいらないとかダメだとか病院がいらないとかダメだとか言ってなくて、少し二元論ですね、善と悪とかそういった二元論ではなく、彼はコンビビアルって言葉で産業文明を批判したっていうのを今から少し解説していこうと思います。で、これは尾形さん、これ尾形さんの手書きのイラストなんでしょうか、40ページ。そうですね、はい、やっぱりそうなんですね。これがイリーチの近代産業文明批判で、よくある行き過ぎた文明が良いのか悪いのかとか、行き過ぎているのか不足しているのかとか、あとは敵と味方っていう言葉も本書に出てきますが、こう二元論で良い悪いではなくて、イリーチが書いたのがこの分水嶺、二つの分水嶺という概念で、まず文明が乏しかったり道具がない状態は不足していると。で、ちょうどいい状態っていうのがあって、これを超えると過剰とか行き過ぎとか、人間が道具に、ここは人間が道具と共にあるコンビビアルな状態、これを超えてしまうと過剰になったり人間が道具に使われてしまったりっていうことで、イリーチはこの図のイメージでコンビビアリティという言葉や道具と人間、環境と人間、そういったものをイメージして、この間のに収まっていることをコンビビアルであるというふうに書いたということだそうです。で、この図はですね、後で尾形さんにも聞こうと思うんですが、実はこの本の表紙のイラストがこの絵を4色で表してて、なんか作り方も独特だったみたいなので聞いてみたいと思うんですが、とにかくイリーチが問題視してたのは、道具が行き過ぎていて人間が道具に使われてしまったり、人間から主体性とか思考とか創造性を奪ってしまう。例えば乗り換えアプリにないとメトロでこっからここ行けなくなったりとかっていうのが私はイメージしますし、最初に Google なくなっちゃったら明日からどれぐらい困るだろう、 Amazon のアカウント止まっちゃったらどれぐらいのものが不便になっちゃうだろうとかっていうのも、このあたりをイメージして皆さんにちょっと最初に頭の体操してもらったりしました。逆にコンビビアルであるっていう状態は、人間が作った道具が人間自身に力を与えたり自由をもたらしたりする。そして道具と人間は主従関係ではなくて共に進化していく。これを概念としてコンビビアルとかコンビビアリティと彼は考えましたということですね。すごくこう例えとして面白いなと思うのは、イリーチが別の本なんか出てくるっていうふうに尾形さん書かれてるんですけど、自転車っていうのを例えに出されてて、尾形さん、これはイリーチ自身が自転車に例えてるですよね。そうですね、うん、エネルギーと構成っていう本の中で、うん、エネルギーと構成、そうですね、はい、私のイメージだと自転車は移動をすごくスムーズにしてくれるし、楽にしてくれるし、私たちの行動範囲を自由にしてくれるわけですね。自転車にとっても乗ってくれる人間がいて初めてこう乗り物として機能するんで、こう共にあるだし、少し逆にコンビビアルじゃない乗り物として鉄道道や飛行機や車をイリーチは批判して、逆に自転車こそコンビビアルな乗り物だって言ったと思うんで、なんかこう
自動車と人間がコンビビアルでないっていうふうにイリーチは考えてて、これは例えば事故を起こしてしまったらどうとか、自動車があるためにスムーズに移動したいための自動車なのに渋滞が起きるあたりを問題視してたんですかね、イリーチは。どうでしょう。そうですね、やっぱり時代背景はちょっとまた違うところがあると思うんですね。やっぱ50年前なので、その、まあ、本当にこうモータリゼーションみたいな言葉がこうできたような時代だと思うので、でこういろんな排気ガスの問題だとか事故 の問題だとか、なんかそういうこういろんな問題をはらんでいたっていう時代背景があると思うので、まあそれこそその自動車はいいのか悪いのかみたいなことではなくて、やっぱりその自転車すらそうだと思うんですよね。一つ分かりやすく例として挙げてはいるものの、こう、例えばその中国でこうシェアサイクルがめちゃくちゃ流行った時期に大量の自転車がこう山のように捨てられてるみたいなのもあるじゃないですか。なんか、ああいうのも、ああいうのはやっぱりもはや、もうコンビニあるとは言えない自転車の例だと思うし、まあ、自動車もそのコンビニあるな自動車っていうのもあり得ると思うんですけど、まあ、その当時のすごく時代背景の中での、まあ、一つの例だったのかなというふうに思います。ありがとうございます。チャットにも公害ってこと書かれてましたけど、やっぱり事故と渋滞以外にあれですね、空気を汚す、自転車は空気を汚さないみたいなこともイリーチは言ってたみたいなので、ここは公害なんかまさにそうかもしれないですね。で、他にアルファベットや印刷機や図書館もイリーチを上げてたらしいっていうのが、まあ、50年前の思想家のことなんですが、尾形さん、このパソコンやインターネットが人とにとってコンビビアルの道具だった、少なくとも黎明期やこれが登場した頃はというのは、イリーチ自身の言葉というより尾形さんの論考や黎明期のパソコンやネットの関係者たちの、なんていうんですかね、アイデンティティとか、そのあたりなんでしょうか。そうですね。これも、僕もこう、いろいろ調べてて、すごく面白いなと、思ったところで、インターネットは変える世界っていうですね、岩波新書の、25年ぐらい書かれてる本があるんですけど、それを読んでたらすごくその、まあ初期のそのいわゆるハッカーたちが、まあコンビビアリティっていう言葉をよく使ってたり、まあイリーチの、思想をこう引用してたり、したって、まあ全員じゃないんですよ、もちろん。っていう話が、載っていたりして、まあ確かにその、こう、なんですかね、その、まあ、大きい、こう、巨大なその装置で、一部の限られた人しか、こう、使えなかったコンピューターっていうのを、こう、まあ、みんなが使える、創造性のために使えるようなものに、しようっていうような、こう、ところで、まあ、コンビニエルな道具としての、まあ、パーソナルコンピューターみたいなものが、こう、生まれたみたいな、背景があったっていうのは、すごく、まあ、面白いなと、思いました。実際にもう影響を受けてた人たちがいたということです。そうですね、うん、面白いですね。やっぱり個人にこう図書館なんかもイリーチが印刷機とか文字を開けてたっていうのは、うん、まさに個人がコンピューターを持って調べたり、ちょっとこの図書館あたりとかなり通じるものはあるかもしれないですね。そうですね、はい。でまあ、なんかジョブスが若い頃に自分は心の自転車を作るんだみたいなことを言っているのもあったりして、ええ、この辺もなんか、まあ、どれぐらい意識しているのかちょっとわからないですけど、はい、面白いなと思います。面白いですね、自転車。ありがとうございます。まあ、あくまで50年前の時代性も考えて自転車っていうのが人間とコンビビアルだとイリーチが言ってたっていうことに理解しておきたいと思います。で、特にですね、だいぶ心を痛めて、はしょってしまうんですが、今日どうしても尾形さんがいらっしゃるということで、私がこの本で一番唸ったのが、人間とデザインの章でした。なので、ここをピックアップしたいと思います。
まず尾形さん、まあ、このデザインって言葉のすごくあのニュアンスの豊かさ、逆に曖昧な言葉であるということなんですが、この本で定義をしたいと。デザインとは人間に着目し人間を動かすことであるというふうに本書の中では定義して話を進めていきます。で、これちょっと尾形さんすごく印象的だったんですが、皆さんにちょっとチャットで分かる人当てずっぽうでいいので、これは100年くらい前ですかね、尾形さん、電力系のメーターだそうです。これ4桁の数字で電力キロワットアワーを表してるんですけど、何千何百何十なんか読める人いらっしゃいますかね。よく見るとちゃんと、おお、よく見るとやっととか、これを電力メーターを見ることをトレーニングしてる人にとって読めるみたいな時代のすごく象徴として本で紹介されていますが、はい、チャットで正解された方いらっしゃいません。これは4桁のキロワットアワーを表していて、1000の位が8を示してますね。で、100の位が8。で、10の位が、そうなんです。一番左はですね、8なんです。8808、8808キロワットアワーを示しているということなんですが、尾形さん、これは、誰が見ても読めるっていうことにを重視してなかった、裏で回ってる機構とか歯車の本の都合に読む人が人間が合わせてるってことの象徴ですよね。そうですね。これはあの UX の教科書を書かれた安藤先生の本に出てくるものをちょっと引用したんですけど、まあ種明かしをすると、その歯車がこう噛み合、その桁の歯車が噛み合ってるので、その一桁ごとにこう右回り左回りが逆になっていくっていう構造になっていて、まあそういう意味ではこう機械的には理にかなっているんですけど、人間的にはめちゃくちゃ読みづらいっていう、すごく面白いです。そうですね。なんか安藤先生に聞いたら、いまだに使われているとこもある。あ、そうなんですね。だから歯車、裏側の歯車にとっては左回りの隣に右回りがいてっていうのが一番歯車たちにとっては自然っていうことなんですよね、多分ね。これはとても面白い実物というか実例でした。で、まあその90年前とかあたりでは万博のキャッチコピーなんかにテクノロジーに人間が合わせるってキャッチコピーがあったりっていうのを尾形さん紹介されてますが、100年前とか90年前はテクノロジー中心デザイン、人間がテクノロジーに合わせてテクノロジーや道具を使う時代があったんですけれども、20世紀からの概念に UI や UX という人間中心デザインが登場して、テクノロジーが人間に合わせる時代にシフトしたということですね。ここまでは私も普通にスラスラとなるほどねと読めたし、さっきの歯車の話とてもニヤニヤしながら読んだんですが、ここからが尾形さんのデザインをお仕事にされている尾形さんの葛藤とかそもそもについて考え直したところとして読ませられたところがありました。一つに、デザインは二つの両面性がありますと。合理性、つまり何かの目的を果たすと、課題を解決するとか機能を果たすっていう合理性の面がありますと。これはデザインはそのためにある。もう一つ、尾形さんがこの本でイリーチのコンビビアルという言葉に掛け合わせて課題視しているのが、課題として認識しているのが、デザインの商業的な側面、あるいは商品としての側面、この両面があるということを書かれています。で、先ほど尾形さんの定義のようにですね、デザインというのは人間の心に作用するものであって、商業的な方があまりにも重視してしまうと、本来の価値以上の魅力を持たせてしまうことができてしまう。この二面性が
デザインにはあるんだと、デザインのお仕事をされている尾形さんが考えていらっしゃると。で、ここに出てくるのが、例えば人間に対してデザインがどう人間に働きかけるかっていうのを、古典的な条件付けで、なんか欲しくなるっていう欲望をかきたてたりとか、インセンティブを設計したりとか、あとは最近流行りのナッジや行動経済学で、デザインのによって人がわざと遠回りさせられたりしまったりというのが、結構 UX のや UI の、 あの教科書的にはヒューストン空港が自然と遠回り人がしてしまって、待ち時間イライラさせないみたいな、結構良い例として出てくるんですが、ここに実はあのイリーチの観点からすると、デザインによって人間が行動させられている、霊獣してしまっているという観点で見ると、決してコンビビアルでないというふうに尾形さんは考えることになりまして、あ、ちょっとここで尾形さん少しですね、ここを結構読んでいてドキドキしましたし、特に尾形さんがデザインをお仕事にされているので、デザイナーやデザインのプロとして良いとされていることに、イリーチの考え方なんかをこう照らし合わせると、決して買わせるデザインとか長く使わせるデザインっていうのを良いと思えないという課題意識を書かれてると思うんですけど、うんうん、これはやっぱりあのデザイナーとして、プロと特にプロのデザイナーとしては、私は読者として読んでた葛藤を抱えてるように思ったんですけど、うん、そんな感触ですか？そうですね。多分なんかこう、僕自身もまあ工学部の出身で、まあ、デザインエンジニアというふうに言ってたりするんですが、やっぱりその、ちょっとこう、外からの目線でデザインに入ってきたっていう、まあ、バックグラウンドがあるところもあるので、うん、その、まあすごく今デザインっていうものが注目はされているとは思うんですけど、なんかそのことに対してこう、自分たちすごいよねって言っている、うん、状態でいいんだろうかっていうのは、なんかこう、ちょっと一歩引いた目線としてはずっと思っていて、で、なんでこんなに今デザインっていうのがこう注目されているんだろうっていう、ことをちょっと冷静に考えてみると、まあ、本人も書いたんですけど、やっぱりその技術性のそのスペックとか、より高性能、高、小電力とかですね、なんか小型化とか、なんかそういうことをスペックじゃなくて、あのデザインを変えることで、それこそ買わせてしまうことができたり、なんていうか、高くすることができたりっていう、なんかことに、なんかそれを利用しているっていう部分があるんじゃないかっていう。で、それはすごく、こう、パワフルではあるものの、その、まあ、いろんな、こう、ちょっと引いた目線で、まあ見てみると、まあ、それにもちょっとリスクとか、なんかこう、危険性みたいなことはあるんじゃないのかなっていうのは、ちょっとこう書いて、おきたいなと思ったという感じですね。これを、なんかこう、思想家とか、文明論とかを、研究している大学の先生なんかが書くのと違って、デザインを、プロとしてデザインしてる人が書いてるっていうのは、とても印象が強くてですね、割とこう、なんていうんですかね、業界の良しとされるもの、素晴らしいとされるものについて、本当にそれでいいのかと。特に、その、値打ち、本来のもの以上に値打ちを美しいとか買いたくなるとかっていうのは、デザインのこう、本領発揮とも思えるし、きっとデザイナーの腕の見せ所なんでしょうけれども、思想的観点、あるいは人間とデザインの関係がこう、共にあるかどうかなのか、うん、デザインに人がこう、依存しちゃったり、霊獣しちゃってるかどうかの観点から、ここに葛藤されているというのは、うん、デザイナーの尾形さんの著書だったので、すごく印象的だったんですね。いや、それはすごく、なんか、ありがとうございますけど。いえいえ
まあ、そこまでものすごい覚悟を持って書いたという、意識もそこまでないんですけど。ああ、そうですか。まあ、うん、そうですね。ただなんかまあ、次をやっぱり、こう、うん、考えて いきたいなっていうところがあったので、まあ、そういうなんていうか、ブームっぽくなっていることに対して、ちゃんとこう、デザイナー自らが、まあ、テクノロジーもそうなんですけど、テクノロジーでも、はい、AI でも何でもこう、これすごいぞってなってるときに、やっぱりこう、まあ、いろんな、その、テクノロジーに関する言論もあると思うんですけど、やっぱりそれは哲学だったり、思想の方からの話は出てきても、こう、エンジニアとか、それこそデザインに対する思想をデザイナーが語るとかってことが、もうちょっとあってもいいのかなと思って、書いたっていうところがあります。ありがとうございます。なんか今お話ししてて感じたのが、多分どっかのインタビューでもお答えになってたと思いますけど、ロボットは AI が人の仕事を奪うとか、いや、奪わないんだとか、人間社会を分断するんだしないんだみたいな、こう、二元論についても、うん、イリーチのさっきのこう、不足と過剰の間にちょうどいいっていう状態を彼はイメージしてたの。うん、こう、尾形さんの今のお話なんかにこう当てはめると、やっぱり AI はどうだとか、バイオはどうだとか、新しい技術についての二元論というのが、イリーチの考え方を取ると、イメージができると、いいとかダメとかのどっちかっていうんじゃなくて、ちょうどいい頃合いというのがあって、真ん中に。それを目指すっていう第三の答えみたいな、本当の真実はそこにあるというか、悪となのか悪じゃないのかみたいな話がとてもこうポップな話題だし、結構樹木を集めますが、うん、イリーチのあのイメージを持っていれば、それはすごく浅くて、本当の答えそこにないっていうのを今 AI なんかの話を聞いて思いました。うん、とても資産に富む考え方だなと思います。じゃあちょっと進めていきたいと思います。はい。で、まあ人申請とか、まあ人申請って読む人もいますが、環境問題なんかも まさにサステナブルとかもそうだし、この本については自然と人間という章もあるんですが、皆さん配布資料の方を読んでいただき、かつコンビビアルテクノロジー買って読んでくださいってことでスキップしてですね、私は最後のここの部分もう一個今日紹介し、尾形さんにその意図するところをお聞きしたいと思うのが、この本の最後は、人間と人間、コンビビアルかコンビビアルでないみたいな話に最後行き着くんで、ここの部分を紹介したいと思います。で、まあ道具っていうのがテクノロジーの章が最初に来て、その後に情報や物っていうところで、私は道具でまとめちゃってますけど、人間と道具っていう話から人間とデザインという話になって、人間と自然という話になって、最後は人間と人間というところに最後論考が進むんでですね、そこを紹介したいんです。この話がとても面白かったです。もちろん、尾形さん、いろんな古い本から新しい本からいろんなことを引用されていて、これはドミニク・チェンさんのお話の引用だったんですが、人と人の関係が、こう、どういう関係があるかっていうのを、イリーチの二元論じゃなくて、真ん中にちょうど絵があるよっていう話と、とても、相性が良くて分かりやすくてとても面白かったので、ここのところを紹介したいと思います。対話、ダイアローグっていうのに対して、協話、シンローグっていうんですかね、があると。特に日本人同士の会話は、英語話者と違って、協話のスタイルをとっている、共に話をしているっていうくだりがあります。で、ドミニク・チェンさんがこういったところとウェルビーイングの関係について、まあ、今も研究されてるし、本も書かれてるんですが、例えばこんな感じです。あ、対話っていうのは A さんが喋る、B さんが喋る。それに対して A さん答えるみたいなのが対話ですね。二人で喋ってる場合の対話。協話っていう日本語独特のコミュニケーションっていうのは、例えばこんな感じです。いやー、今日から8月だね。
今年の夏もねって A さんが言ったら、今年の夏もねまでが A さんの言葉ですね。 B さんが、いや本当に暑いよねと、6月の後ろぐらいにもうねって言ったら A さんが、梅雨が明けちゃったしねと感じで、2人で1個の文章を書くみたいのを共和と言語学的に言うらしいと。で、特に対話ってのが英語圏の当たり前の話し方、主語というか主体があって、 A さんが喋る、次に B さんが喋る、で A さんが喋って B さんが喋るということで、こうターンテイクをするっていうふうにドミニク・チェンさんは著書で書かれてますが、日本語特有の共和というのは、 A さんが喋ってる文章の途中から B さんがその文章の話者になって、いやー8月に入って暑いねみたいなことの、6月末ぐらいにねって言ったら梅雨が明けちゃってねって、この A さんと B さんが一つの主語で一個の文章を二人で作っているというのが日本語の相槌とかいうパターンで、なんかドミニク・チェンさんのこの未来を作る言葉に書かれたのが、英語話者に対して日本語話者は相槌が 2. 何倍、うなずく頻度は3倍以上ということも書かれてて、言語学の古い研究ですね。なんかそれが当時は日本人の主語を持たない喋り方がビジネス上アメリカ人にうまくコミュニケーション取れないとか、日本人はさっきまでうなずいてて話聞いてるから同意してたのかと思ったら、最後にいやーよくわかんないっすって言って英語の県の人を困らせたり怒らせたりするって意味で、その90年ぐらいに外国から来た留学生向けに日本語教育を研究されてた水谷さんっていう方の残したものなんかに、共和っていう日本人特有のスタイルがあってねと、これがコミュニケーションとしてちょっと中途半端でねみたいな時代があったらしいんですけども、ドミニク・チェンさんはこれを一つの文章を二人で作るってところに、日本人特有のこう他者との関係性の取り方っていうのを割とポジティブに分析されて本も書いてるっていうところでですね、これがコンビビアルテクノロジーではですね、ウェルビーイングという言葉と関連づけて書かれていますということで、医学的ウェルビーイングと快楽的ウェルビーイングと持続的ウェルビーイングという概念を紹介していて、医学的っていうのはお医者さんから見て病気がないとか健康な状態であると、心身がですね、これが客観的なウェルビーイングの状態、真ん中の快楽的ウェルビーイングっていうのは医者がどう判断するとかじゃなくて、私は今日体の調子がいいとか、私は今日気分がいいとかいう主観のウェルビーイングを指します。医学的と全く違うウェルビーイング で、この3つ目がこの本できっとこう尾形さんが論考したどり着いて、ちょっと読者に紹介したいものは3つ目なんだろうなと思うんですけども、持続的なウェルビーイングというものがあって、客観でも主観でもなく、さっきの相手がと自分とか医者と患者じゃなくて、他者との関係性がちょうどいいとか気持ちがいいとか共にあるっていうのが3つ目の持続的ウェルビーイングで、尾形さんこれはイギリスのなんか言葉を引用されてました、孤独担当大臣という公職があったりとか、社会的処方という言葉とても印象深かったんですけど読んでて、要はお薬を出して治そうとかいうのとは違って、人間関係が良好で、あるいは他者家族や同僚とコンビビアルな状態っていうのを一つのウェルビーイングとして、イギリスにはこういうカルチャーがあるみたいなことなんでしょうか。そうですね、なんかここの章は僕自身もこうなんというか探り手探りのをしながらという感じなので、僕自身は専門というわけではないんですが、やっぱりケアとデザインの関係みたいなことの、やっぱ源流が、イギリスにあったりもするので、はい。そういう、こう、なんですかね、ケアってことに対してのいろんな新しい、
取り組みだったりとかっていうのが、まあ、そういうあのちょっと先行しているというか、はい、ということがあるのかなというふうに思いますね。面白いですね。社会的処方という概念とかっていうのが一つのウェルビーイングとして、これはとても参考になるなと思いました。はい。で、本書で最後にこう着地として人と人のウェルビーイングっていうのを、どこまでを私たちと想像できるか、これがまさにコロナ禍で突きつけられている問題でもあるということで、愛からウィーへと、私たちへ、私たちをどこまで含められることができるかっていう問いを読者に投げかけ、ウィーを捉え直す、特に誰の自由を制限するか、誰の自由は尊重すべきかを、私とウィー、私たちっていうところに、どこまで私たちに想像力を膨らませるかっていうことを書かれていますと。で、なんか字の文を私なりになんか3つに分けてですね、地球のためにって思えるかどうか、あとは人間以外の動物、種のためにって、ウィーを、自分以外のウィーをどこまで広げられるかっていうお題に対して、まあ地球とか人間以外の種のためとか、さらに今この地球上にはいないけれども、存在しないけれども、未来の人間のため、これから生まれてくる人たちっていうのを私たちっていう複数形の一人称、私たち、あなたでも彼らでもなくて私たちということにできるかっていうのが想像力であって、ここが人と人のコンビビアリティについてポイントであるということだったんですが、尾形さんは私読者としてですね、あんまり直接的には書かれてないんですが、環境問題やサステナビリティについて、尾形さん自身は地球のためはちょっとピンとこない、人間以外の動物のためはちょっとピンとこないけれども、うん、未来の人は私たちに含められそうだ、これが一番自分はしっくりくるというような印象を受けたんですが、うん、合ってますか？うん、あ、そうですね。やっぱりそのすごく今こう本当にその地球のことをみんな考えなきゃいけないとか、うん、まあ全人類レベルでなんかこういろいろ考えなきゃいけないっていうふうになんかこうというなんか流れというのがあるような気がしていて、でまあサピエンス全史みたいな本とか見ると、まあそういうこうもうその種を超えてこうなんていうかそのそこまでウィーにこう入れるっていうような、なんか思想があったりとか、なんかこう、いろいろなものを読んで、その頭では理解しつつも、その、なかなかそれでこう、自分の行動を根本から変えられるかって、なかなかこう、すごく理性的な、判断だなっていう感じがして、まあ、で、そういう中で、そのサステナビリティっていう、こう、言葉が出てきた、その元をたどったときに、その国連の、一番最初にサステナブル、ディベロップメントっていう言葉が使われた文献を、まあ、見ていると、その、まあ、そこに書かれているのは、その、まあ、未来の人間のその自由を奪わずに、今の、まあ、自由を、こう、享受しようというようなことが書かれていて、なんかこう、すごくスッと入ってきたというか、あ、それならわかるっていう感じがしたんですよね。それはまあ自分の子供とか、その次の世代みたいなことを、まあ、まずは考えるっていうところから始めるといいのかなというふうに思った、ね。はい。なるほどっていうか、知らなかったという、この本を読んで思ったのが、SDGs なんかが今、世界中にこう、国連主導で、共有している価値観になってますけれども、最初にサステナブルディベロップメントみたいのが国連で使われてた時は、なんか動植物がどうとか地球という惑星がどうとかではなくて、未来の人間たちにダメージを与えないとか、未来の人間の自由を奪っちゃいけないといって、一番右のところ
のみを指して使われてたってことですよね。それは読むまで知らなくてですね、なるほどと思わされました。はい。それではですね、最後にですね、この本の最後の方で、まあ、尾形さんの葛藤も感じるし、これからもこのテーマはプロとして考え続けて追求していこうというのも書かれているんで、この本の着地という形でどんなことが書かれているかっていうのを最後に紹介したいと思います。まず、改めてこの本がどんなところに、通底して書かれているかっていうのは、イリーチが2つの分水嶺ってとこで使っていたコンビビアルであるという範囲があって、それを超えてしまうとコンビビアルでなくなる、人間から道具や制度や何かが力を奪ってしまう。逆にコンビビアルな状態というのは、道具、テクノロジー、情報等が人間に力を与える自由をもたらす。ということで、この分水嶺のイメージで最初から最後まで通底していますというところで、これからテクノロジーはどうあるべきか、この本の副題、人間とテクノロジーが共に生きる社会について、こんな断定的ではないので、私が要約して断定的に書いてますので、後でちょっと、尾形さんの真意は聞いてみようと思いますが、さっきのデザインのところにも関わるし、最初の問いで、皆さん Google がアカウントなくなっちゃったらどうですか ?Google のサービス明日から使えなくなっちゃったらどうですかっていう私の問いは、結構テクノロジーに私たちすでにコンビビアルでない状態に、テクノロジーやウェブサービスや何やらスマホアプリがもうコンビビアルでない過剰のところにもういるのかもしれないってことをちょっと提起したんですが、テクノロジーもどうやって買ってもらえるかっていうところにその力があったが、条件付けなどを利用し買わせるっていうのは決してコンビビアルな人間とテクノロジーの関係ではありません。これを追求し続けたら過剰になってしまう。それからこれは結構ドキッとするんですが、長く使ってもらう、愛用してもらうっていうのはとても美しく良きこととされているんですが、実はこれについても尾形さんは疑問を持っていますと。長く使い続けることは依存し続けること、長く使ってもらうテクノロジーはユーザーを依存させ続けることであるということを書かれていて、最後に少しこう要約して喋っているので飛躍もありますが、テクノロジーと人間は作れる主体性がまずある状態であって、作り直したいときに人間がそのテクノロジーを作り直せる。逆に言うとブラックボックス化されているものを、この本では尾形さんはコンビビアルでないというふうにイメージされてますと。そして最後のこれが着地としてすごく見事だったと思うんですが、これからのテクノロジーは手放せるっていうことに価値を置く、あるいはそこを追求するべきではなかろうか。例えば数少ない手放せる道具やテクノロジーの例がリハビリ用の道具、最終ゴールはその道具、その技術がリハビリしている人が手放すところにゴールがある。今は数少ない例を挙げるとリハビリの道具がこれに当たるっていうことを本の着地で書いていますと。そしてこれは引用ですけれども、尾形さんの文章の引用ですけれども、コンビビアルテクノロジー、人間とテクノロジーが共に生きる社会へ、結論としては未来のテクノロジーは自然と共に生きるための道具であるべきであり、他者と共に生きるための道具であるべきだ。テクノロジー自体が自立性を持ったり、道具自体がただの道具を超え、人間にとって他者と呼べる存在になると。AI や IoT のイメージをここに、言葉には背後にありますと。道具自体が人間にとって相手とかあなたとか他者にという存在にこれからなっていく。時には頼り、時には手放せるという
自立と他立のバランスを持ったコンビビアルな存在を目指すのだというところにこの本が着地していますということで、ちょっとこれは今日は紹介してないですね。今日のあのこれが終わった後に皆さんに味わってほしいと思うので、資料の中に URL 埋めてありますし、コンビビアルテクノロジー尾形久人とかで YouTube で検索してもらうと、尾形さんはこの本でかなり本格的に論考を最後まで着地させましたが、アニメーションの映像としても音楽付きの自分が思うコンビビアルテクノロジー、未来のコンビビアルな社会、人と技術がというのを3分強の映像とで表現されていらっしゃいますので、皆さん今日のこのイベントが終わった後にですね、ぜひ検索するなり、資料に埋まってるリンクを叩くなりして、尾形さんの映像による表現、答えの一つとして、いろんなあり得る未来像の一つとして、ごまかさず逃げずにですね、一個のビジュアルを3分の書かれてて痺れました。僕はこれ、後書きまで読み終わった後に、この動画の存在と、後でちょっと聞きたい表紙の作り方、ネタ明かし的に書いてあって痺れましたので、皆さん言うはやすしで言葉で表現するだけではなくて映像で表現されていましたということで、あ、これは次回の予告ですということでですね、もったいぶってですね、尾形さん相当動画のクリエイターだとか、あとはそのなんていうんですかね、世界観とか未来像は相当時間や頭を使って作られたんじゃないかなと、本を読んだ後にあのムービーを見て思ったんですが、あれも一つの尾形さんなりの一つの姿、答えですよね。そうですね。いや、まあ、もともとこの本を書くきっかけっていうのが、東大のこう万有情報網という、はい、プロジェクトに、まあ、共同プロジェクト、共同研究者としてこう関わることになってたんですね。で、まあ、その中で本を書くっていうのも、まあ、始まったので、まあこうまあ、その研究、いろんな研究があるものをこうまとめていくってことが、まあ、一方で一つあって、まあ、その先にどんな未来があるのかっていうのをこうまとめていくってことと、でそれをなんか一個で表す、コンセプトとして表すとしたらっていうことで、いろいろこう、うん、テクノロジー未来を考えていって、コンビビアルって言葉について、うん、まあ、それがこう合体したっていう感じの、映像ですね。ちなみに本の出版と同時期に発表された動画なんですか、さっきのやつは。そうですね、はい、本の挿絵にもなっていて、なので同時進行で、そうですね、毎章毎章このムービーの一シーンごとが出てくるっていうのを、そうですね、後で種明かしされてるすびれますね。やっぱりこのビジュアルで表現するというのも、本を書きながらもう着地というか、最後作るものとしては一冊の本と、ああいったビジュアルムービーというのはもう作ると決めてやってたんですか？そうですね。なんかそれはやっぱりこうデザイナーというか、まあクリエイターとして、まあ、言葉で表現することももちろんクリエーションだと思うんですけど、それだけじゃなくて、こう本自体とか、それがもう一つの、ちょっと、なんていうか、実験になっているというか、作品みたいな、ものになっているのが理想だなと思って、ちょっとこう、頑張って、作っていったっていう感じですね。ありがとうございます。それでですね、本は皆さん買って読んでくださいね。とても、なんかスラスラ読むというよりは、ゆっくりとこう、問いを投げかけられながら、読んでる感じがする、変わった本ですし、ぜひですね、Kindle、ね、本当に今日紙の本で、ね、読むものかなっていう感じもするんですよ。そうですね、はい、なんていうか、いや本当に すごくまとめるの大変だったんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう、一個のテーマについてすごく深掘りするっていう書き方ももちろん、あると思うんですけど、うん、それでやっぱり一冊読むの大変じゃないですか。で、はい、何か一個のテーマについてこう深く知るっていうことももちろん大事なんですけど、
全もうやっぱりいろんなことがつながり合って関係しちゃってる今世の中だと思うので、なんかこう自身がいろいろ見てきた読んできたものの中でなんか大事だと思うところをこうギュッギュッギュッってこうできるだけ短く簡潔に伝えるみたいなことを詰め込んだっていう感じ、ね、詰め込むすごいですね、引用が古いものから最新なものまでドミニクさんの話もそうですし、そうですね、なのでこれをまたさらに要約するってすごい大変なもの、もう本当に、はい、ただいろんな人に紹介してるし、僕の友達なんかだと結構面白いなと思ったのは、著者尾形さんが自分のイメージとして未来の人がしっくりくるって言うんですけど、そっちの方がしっくりこないって友達も多くてですね、結構友達に内容を聞かしたりしてるんですけど、うん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 、それは本当に多面的でいいなと思います。読者にとってはなんか地球の方がしっくりくるって友達いるし、うんうん、動植物、今存在する動植物の方が具体的にウィーに数えられるけれども、これから存在するものはピンとこないっていう人もいてですね、うん、これもまたいいでしょう、ね、なんか断定的には尾形さん書かれないじゃないですか、やっぱり、うんうん、あの決して一個答えがあるっていう世界観もお持ちでないし、この本に込めたメッセージも一個こういうべき未来があるっていう形でも書かれてないので、うん、読者としても結構深みを感じさせれるもんだな。そうなんですよね。なんかテーマがこうその二元論的にやっぱり言い切らないみたいなことなんで、そういこの本で言い切ってしまうと本末転倒っていうところがあって、また、まあ、編集の方とはもうちょっと言い切りましょうみたいな。あ、そうなんですか。わかりやすさを求められちゃう。でもやっぱりその二元論では見えないところに、やっぱりイリーチのあの絵のダメな技術、良い技術とかっていうんじゃなくて、行き過ぎと不足の間にちょうどいい頃合い、うん、ドーナツ経済学のことも触れられてましたが、うん、ちょうどいい頃合いというところに答えがあるという意味では、二元論では見落としてしまいますよね、そういうところは。うん、そうですね。僕自身もやっぱり幅があるっていうのがなんかすごく確かになっていう、そのニーチの本で言って、うん、なんかこう、一点しかそのちょうどいい点ないみたいな感じだとすごい大変な感じしますけど、なんかこう幅と言われると間にとどまれそうな感じがしているっていう感じが、もうすでに塚本さんは発見して共有してくれましたね、チャット上にね、さっきのアニメーション私も一押しです。で今日あの尾形さんがソニーのこのポートメンバーの方とつながりがあるということで、なんか出張先だけどあのつながれるよってことになりまして、私は本何回も見ましたし自分なりにいろいろ解釈しましたが、これは著者に直接聞くしかないなっていうことで、2つ聞きたいことがあるので、うん、手短に聞きたいと思います。それから参加者の皆さん、あのカメラオンでマイクオンで喋ってもらってもいいですし、チャット上に質問書いてもらっても構いませんので、ここからは尾形久人さん独り占めの時間、独りじゃないな、私たちで尾形さんに聞く時間にしたいと思いますので、まず皮切りに私が割ともうボロボロ目になってますけど、はい、後書きのところにこの表紙実は、うん、そのグラフィックでこうデザインしたんじゃなくて、尾形さんが紙をこのように自分でカットしてこういう風にして写真なんですか、これは。紙を、これ写真なんですね。これがね後書きちょろっと書いてあるんですけど、寸大なのかすごくもっとミニマムなものをミニチュアをこのサイズに印刷したのか、それとも大きい紙を上空から撮ったのかもよくわかんないので、うん、ただこれ実は切った紙の印刷なんですってチラッと書いてあって後書きの最後の最後に、ね、これどうやって作ったんですかこれはねちょうど写真があります、ね、あ、そうですね、ちょっと画面を共有しますね、ですね、これも見えてます、ね、そうそう、このね、でですね、まあこれまずですね、まあなんでこういうことあまあどうやったかっていうとですね、こういうふうにまずは紙をこの波をどんな波にするかをですね、いっぱい紙をハサミで切って、
その中で、まあ、デザイナー、岡崎さんというグラフィックデザイナーの方と一緒にやったんですけど、自分でこう、まず、いっぱい切りましたと。で、これはそのまま使ったわけではないんですけど、まあ、たくさん切った中で、これが一番こうしっくりくるねっていうものを選んで、でそれをですね、この写真家の、中の写真も撮っていただいたんですけど、ゴッティンガムさんという写真家の方にお願いして、こんな感じで撮ってます。大きいですね。すごいです。で、結構実は前後の奥行きがあるという。あ、そっか。あ、そうなんですね。一個のあれじゃなくて、こう。そう、重なってるんです。前後関係作ってるんですか。そうなんですよ。で、これはですね、まず一つには、やっぱりその、ソフト、感情でこう、高さ、その、なんですかね、上下の関係があるなっていうので、その、なんか重ねて上から撮るんじゃなくて、やっぱりこう、立てて撮りましょうっていうことになって、で、さらに、こう、分水嶺って、その、なんていう、こう、地形的に言うと、その、峰なんですよね。峰って。で、峰が2つあるんですね。その間にっていう、こう、ちょっと立体的な実は構造になってて、みたいな、ことも一応あってですね。でも、これをこう、バッチリ撮ってるので、まあ、ほとんどの人っていうか、まず言わなければ誰も気づかないっていうぐらいグラフィカルな方針になっています。で、まあなんでこういうことをやったかというと、やっぱりその僕らデザイナーも、知らず知らずのうちにその道具に使われている部分があるんじゃないかっていうことを、まあ話をグラフィックデザイナーの岡崎さんと知ってたときに、やっぱりどうしてもこうイラストレーターを使ってカーブを描くと、まあベジエ曲線という特性を持った曲線になっちゃいますよねとか、どうしてもこう、イラストレーターの、なんていうか装置から色を選んでしまうとか、まあ、RGB で色を選んでしまうとか、っていうことに影響を受けてるんじゃないかっていうので、あえてその竹雄のですね、紙を選んで、その紙の持つ色と、カーブも自分の手でこう切ったカーブっていうのを、作ることで、ま、なんかちょっと違う印象を持った、ものができるんじゃないかっていう話をして、今デザインしました。すごいこだわりですね。っていうのはですね、ちょっと今ね、素人的に思ったのは、そのデジタルだとデジタルっぽいものはできちゃうけど、それはソフトに依存しちゃってるよねっていう意味でね、そういうこだわりを持って、うん、そういう意図を持って、この表紙作るならですね、あざとく、ちょっと下手くそなカーブとか やりたくなっちゃうじゃないですか。あざとく行けばですよ。でもこれすごいスムーズな曲線なので、改めて今その説明を受けてみても、全然人のがハサミで切った感じを感じさせないので、後書き見た後でも、今どのサイズのものなのかわかんないし、本人に聞かないと絶対わかんないなと思って聞かせてもらってて、これもそのあざとくこうハサミで切った感はあざとく出さないっていうのも尾形さんのこだわりなんですか？そうですね。なんかそこは、うん、なんかそれをするとそれを別の記号的にこの手作りという記号をなんか表現してるような感じに。なっちゃって、はい、なんかこう、デザイン、想定の話をしてたときに、なんかこう、ちょっと昔のその技術書だったりとか、なんかこう本って、はい、なんか独特のその、なんかこう、雰囲気があるよねっていう話をしていて、やっぱりそれってなんかこう使ってるツールとかが、こう変わってきたことっていうのが影響してるんじゃないかみたいな。話もして、なんかそれでこう、ちょっとその、目指す方向としては、少し古い技術書みたいな感じに見えるような風になるといいねっていうような話をしながら作ってます。
で、これは尾形さんとしては意図を果たした、いや目的を果たした。よく見ると陰影が、あの、ほとんどわかんない、もう半ズレにしか見えないぐらいのレベルいや、これをしかも後書きにちょろっとだけ書くっていうのまた渋いですね。アピールしたらまたそれは意味を持たしすぎて、あとハサミっぽさも表現しちゃうと意味を持たしちゃうっていうところですよね。いやー、ちょっと本当にご本人から聞けてよかったです。ありがとうございます。なんかただのこだわりを超えてちゃんとこの本の意味書いてることにかなり関連してるってことが今聞けたのでとても良かったです。それからですね、これもあの結構あの本のテーマに関わると思うんでお聞きしできたらと思うんですけど、本当に最後の最後に、実はこの本の執筆自体はそのコロナ前からもあったけれども、この出版された2021年のその後書き時点では4月ということで、浅間さんのふもとにてってことで、移住されたっていうことを書かれてるんですね。うん、これも文章に、そうですね、1文か2文ぐらいですけど、奥様と子供、妻子供と共に、東京離れ、自然に恵まれた環境へ移住しましたと、最後の最後のページ書かれてますが、やっぱり、その、あ、ちなみにどちらに移住されたんですか？差し支えなければ。ですね、御代田町というですね、軽井沢の隣町ですね。はい。今、なんか、あの、僕自身も、友人のデザイナーが何人か、あの、先に移住していて、まあ、そういうのも、縁もあって、あの、移住した場所なんですけど、なので、まあ、浅間山の、元っていう感じなんですけど。三岡ですか。そうですね。うん。で、イリーチがですね、その、二つの分水嶺という話を書いて、じゃあその間に留まるにはどういうことを気をつけなきゃいけないんだというのを、6つぐらいその挙げてるところが、あってですね。まあ、その中の一つに、まあ、ちょっとこう関連するというかですね。対価とか。そうですね。性別学的対価というキーワードを聞いて、まあ、その道具がこう人間からその自然環境の中で生きる力を奪っているんじゃないかというふうに書いていて、まあ、要するにこうどんどんその道具がないと生きられない。その人工的な環境でしかどんどん人間生きられなくなっていくんじゃないか。っていうのをなんか最初に書いていて、まあ、それはすごくなんていうかこう、ちょうどその移住、まあコロナでこうリモートワークの移住みたいなことを考え始めたタイミングと、こう、イリーチを読んでたタイミングがこう、なんか重なって、うん、あなんかこう、あまさにそうだなと思って、なんかこう、なのでその、なんていうか、こう、後押しされたというか、自分が書きながら書いてる本に後押しされたみたいな感じは、あったかなと思いますね。で、やっぱりなんかこう、で、だからといって、まあ、すごくその、ポツンと一軒家みたいなので、自給自足みたいなことをしたいわけではなくて、やっぱりその、さっきのこう、まあ、手放すっていう言葉を書いてますけど、やっぱりなんかその、都市とか、東京みたいなものっていうのを、まあ、手放せるかどうかっていうなんかこう実験みたいな、つもりはあって、必要な時は行くし、なんですけど、まあ、東京じゃないとこ、東京っていうものがもし、まあ、何かこう、生活できなくなってしまったとしたら、なんかこう、東京とか都市っていうのを自分は手放せるんだろうかっていうのを、まあ、ちょっとこう、やってみたかったっていうのも、あるかなと思います。私、本を読んで、いろんな思想や概念の中から、ちょっと自分の中で、これはコンビビアルを超えちゃってるんじゃないか。この表紙で言うと、この間を超えちゃってるものたくさんあるなと思い、本の中にその、監視資本主義っていうネットフリックスの
紹介とかも具体的にいくつかされてるし、あれだったんですけど、ちょっとこのフリクションボールペンで本の中に、フリクションボールペンいいですね。書いたら気づいて。フリクションボールペンコンビビアルですね。今思いつく気がつきました。なんかイリーチは病院や学校も一つのこう過剰言っていっちゃって、人がそれに霊獣しちゃってるものとして数えたってことなので、道具を超えてシステムとか、そのあたりも、これは自分が依存しちゃったらまずいものとして考え直さなきゃなと思ってたものが、この本に書いたんですけど、最初に読んだ時に、仕事、企業っていうのが私の中でメモに残ってますね。うん、おそらくイリッチ50年前の時代性も含めて、お金や資本主義って、要は仕事なんかもそうですね。生きていくために仕事なのか、仕事のために生きてるのかっていうのの主従関係も、多分現代都市生活は割と危ういなと思いました。都市のシステムとか都市生活っていうのも メモに書いてあるし、メトロやタクシーなどと書いてあってですね。なんかこのあたりは割と、まだ別に自分の中に答えがあるわけじゃないんですけど、後書きで東京というのをから離れて暮らしてみて、多分客観視できてると思うんですけど、お仕事で多分東京は行かれると思うんですけど、うん、長野に住んでいる今の尾形さんから見て、やっぱり都市あるいは東京っていう街やそこでの暮らし、都市生活っていうのは結構離れてみると分かる、こう過剰なものっていっぱい目につくんじゃないかなと思って聞いてみたいんですけど、引っ越して感じ、改めて分かった、引っ越さなければ分からなかったことっていうのはあるんじゃないかなと思ったんですね。そうですね。いや、なんか、やっぱり、なんていうか、で、ちょうどその、たまたまいろんな縁があって、いきなり11年目から、米作ったりとかですね、畑やったりとか、そういうのもやったりしていて、で、なんかあとは、まあ家を建てたり、その、まあ家の中のものを自分で DIY で作ったりとか、なんかそういうことをしていて、やっぱりすごくその、こう作るとかっていうことと、うん、まあそれがもうそのまま生きるっていう感じがするっていうか、なんかそれはすごく近いなっていう感じは、その実感として、感じていて、やっぱりそれは東京ではちょっと遠かったな。なんか作ったもので、まあお金を得て、まあ何らかの形をクライアントワークってそれはわかるんですけど、こう回り回ってそれがこう、で生きてるって感じが、こう、ちょっと遠いという感じはしていて、まあ、それはすごく近いという感じが、まあしましたと。で、まあ、そうですね。ただ、まあ、一方で、まだ、まあ、こっちはこっちで、その依存せざるを得ないテクノロジーだったりっていうのは、まあ、例えば圧倒的に車社会、車がないとどこにも行けないとか、っていうところはあったりするので、なんか、まあ、これはもうすごく依存しちゃってるな、と逆に、思いますし、なんか、まあ、それ両方やっぱりあると思うんですけど、まあ、もう少し、その、やっぱり、まあ、最後の章とか、エピローグとかでも書いてるんですけど、やっぱその作るっていうことを、まあ、デザインするっていうのもそうですけど、なんかそれをこう、みんなが、やる。で、それが、こう、生きることにつながるみたいなことが、なんか、に、もうちょっとこう、自分の関心が高まったというか、そういうようなデザインとか仕事がしていけるといいなというふうには思ってます。まだまだ模索中ですけど、あれですよ、やっぱり道具について使うを超えて作るまでいくっていうのは、やっぱりいろいろ作る仕事をされている尾形さんならではの、もう一個作れる主体性、使うだけじゃなくて使う使われるについて、作るとか作り直せるっていうのは、やっぱり作ってる、日頃仕事で物を作ったりしてる人ならではなんじゃないかなと思わされましたね、うん、ありがとうございます。そうですよね、やっぱり都市、私はつくばに引っ越して
やっぱり車なしで何もできない状態っていうのは今同じ印象を持ってますが、やっぱりたまに行く東京っていうのは暮らしてない状態で行くと、あるいろんな意味でポジティブにもすげえなと思うし、ネガティブにもすごいなと、過剰の意味でもね、それは思いますし、もうちょっと私も働いて長いんで引きで見ると、仕事と自分の人生とか仕事と生活とかっていうのもコンビビアルな関係に気をつけていないと、先ほどどなたか書かれましたけども、何か気をつけてないと過剰の方にすぐに行ってしまうっていう性質ある気がするんですね。お金も資本主義も教育も病院も都市も、なんかそれは明示的に尾形さんは多分気をつけて結論みたいなのバシって編集者にもっと分かりやすくと言われながらも、注意深くあの読者にそれぞれにコンビビアルをな状態っていうのを考えさせるような本になってると思いましたが、私も考えさせられてるし、一個答えにすぐたどり着くってものでもなさそうな気がしていますと。ありがとうございます。ということで、少し、尾形さんに最後ね、終わりの時間近づいてきているので、何かこう、この本をまだ読んでいない方に、何かこう、メッセージって言うとちょっと無茶ぶりになっちゃいますけど、何かこの本を書いた最初のきっかけとか、書き終えてからの、書き終えてまあ1年以上経ってると思うので、反響だったり、この本の尾形さんにとってどんな本かっていうのを最後、一言欲しいなと思うんですけども。はい。はい。ありました。今日は本当ありがとうございます。そうですね。まあ本当にこう書きながら、章立てとしては、まさにおっしゃっていただいた人間とデザインまでは、自分がやってきたこととか、こう、自分の専門性っていうので、こうある程度、自信を持ってというか、まあ、こういうことなんじゃないかって言えるところがあって、で後半はその自然とか人間っていうところは、まさにこう、模索しながら、なんか、次をどうしていこうっていう、考えながら書いてたところがあって、で、まあ、手放せる道具も作れる道具っていう話も、まだまだこう、じゃあそれ、どういうことで実践してますかって言われると、まだまだ僕もこれですと言えるものはないんですけど、ただなんかこれを書いたことで、例えば何かプロジェクトでサービスを考えるときも、もういかにその辞めさせない、解約させないかみたいなことじゃなくて、これをこう手放すってゴールを設定してみると、どんな、それこそこのビジネスとしての設計ができるだろうとか、っていうことをこう一回チャレンジとして考えてみるとか、まあ今例えばこう、ちょっとメタバースの、ショッピングアプリみたいなのを作ってますけど、なんかそれもこう、単にそのメタバース入ってショッピング楽しめるってだけじゃなくて、やっぱりこう作れる側になれるような仕組みを作ろう。で、こう、お店が自分で作れるような機能をやりましょう、みたいな話を、したりとかですね。なんか少しでもこう、そういう要素が、まあ、入れられないかっていうのをこう日々、トライしているという感じです。なので、まあ、いろんなこと書いてるので、もし何かこう、そういう引っかかるところがあれば、ぜひ、ご自身の活動に、ちょっとでも、取り入れてみていただけるととても嬉しいなと、はい、思います。はい、尾形さん今日はありがとうございました。はい、こちらこそこんなたくさん集まっていただいて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんぜひ買って、表紙に込められた私の話も写真付きで聞きましたのでありがとうございます。はい、いいですね、リアクション。いいですね。あ、川下さん持ってますね。あ、ありがとうございます。ちょっとだけ皆さんにお伝えしたいことが私からありまして、一つは来月は皆さん同僚と言っていいんですかね、ソニーグローバルエディケーションズの方の
新しい本をやります。で、少し今考えてまして、何かこう、運営、ソニーの社員の方で、この、毎月結構ディープな本を解釈したり、説明したりして、インプットを毎月、良い本限定で毎月、今日の本もとても良い本ですし、毎月毎月やっているので、なんかインプットだけだととてももったいないなっていうのを今思ってまして、毎月毎月本の内容は、読書会は今後もインプットとして続けつつ、この内容を私ごとに直して考えたり深めたり、感想や疑問をシェアしたりする会っていうのを連動したいなというふうに思っていますので、何かこの企画や運営というと大げさなんですが、なんか担当して くださるあのグループ社員の方が手が上がると深めたり、その深める会に参加された方が、例えばアクションとして職場に展開するとか、職場でアナウンスするとか紹介するっていう動きができたら、この 毎月やってる読書会が相乗効果になるなと今考えてますので、なんか今日のアンケート等にですね、なんか興味ありますとか、あればですね、ぜひ手を挙げてくださると、かなりもっと意味のある読書会の毎月の動きになるなと考えてますので、ぜひお声掛けをさせていただきました。というところで川下さん、お渡しします。はい、浦野さん、ありがとうございます。あ、来月 あの書籍のご紹介もありがとうございます。ソニーグローバルエデュケーションズ の磯津さんの書かれた2040教育の未来というのをぜひ取り上げたいと思います。ちょうどね、先週社内では確か購入した方への磯津さんの講演会があったと聞いておりますが、私は参加しないので、この逆に書籍の紹介、来月楽しみにしております。で、先ほどアンケートの URL をチャットでも、共有させていただきましたし、アウトループの方にも記載がありますが、アンケートに回答いただけると資料のダウンロード URL が表示されますので、ぜひアンケートに回答をお願いいたします。あと、今浦野さんからご紹介になりました深める会の方ですね、インプットの会はこうやって読書会月1回やらせていただきますけど、より深める会の方に興味がある方はアンケート の2とか3のコメントお願いしますのところに興味ありますと記載いただければ、後ほどご連絡いたしますのでよろしくお願いします。はい、それでは浦野さん、あと尾形さん、今日はご参加いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。紹介ありがとうございました。はい、いつもとは違う会の進み方でとても楽しかったです。はい、それでは皆様、本日の読書会以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。ありがとうございました。贅沢な時間でした。